おう、ちょっと待て。ん？おう、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度、出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。 ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらいよ。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある？何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら、お前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ？今のカムロ町はそんくらい危険っちゅうこと。平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそれちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせるや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。
それで分かってやろう。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない。どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど、変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り、俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か？さあねえ。まあ情報屋なら知ってんじゃねえのか？そうか。じゃあ用はない。じゃあな。ちょっと待てよ、おっさん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら？じゃあ仕方ねえな。
ちょっと痛い目にやってもらうぜ。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんか。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。いらっしゃいませ。ほう、ありがとうございました。
青木か。ん？あ、桐生さんですか？堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。
お、いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。おい、おめえ何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ。俺一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだよ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。これヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。
何やってんだお前。すいません、カズキさん、このヤクザが。道島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。